元気出していこう。てチャンネル。今日のテーマは新型コロナウイルスワクチンの最新情報を伺います。元気出していこう。てチャンネル。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みるです。元気出していこうてっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学の学長で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。はい、今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、先週に引き続いて新型コロナに打ち勝って大阪を元気にでやりましょう。はい、今回も新型コロナウイルス最新の情報をお伝えしていきます。ゲストは前回に引き続き大阪市立大学大学院医学研究科木戸康稔准教授です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回はですね、リスナーの皆さんからも質問をいただいているので木戸先生にお答えいただきたいと思います。こちらラジオネームカルメラさん、柏原市の方からです。てっちゃんみるさん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも分かりやすい病気や健康のお話を聞かせていただいてありがとうございます。関西日本の人たちが健康に暮らし元気に盛り上げていけたらと、素晴らしいですといただきました。で、質問なんですが、ファイザーやアストラゼネカといろんな会社のワクチンがありますが、中身はどう違うんでしょうかと。違うんでしょうけど、どう違うのかということなんですが、ファイザーとモデルナっていうのはいわゆるメッセンジャー RNA ワクチンというので、かなりそっくりです。ほう、ほんのちょっと違うのは中に混ぜてる油の成分みたいのがちょっと違うとか、ブレンドがちょっと違うっていう、ブレンドがちょっと違うぐらいで、一方、アストラゼネカっていうのはチンパンジーのアデノウイルスっていう、人間には感染、もともと感染しない全く別のウイルスを持ってきて、でそこにコロナウイルスの部分をちょっとだけ入れて、でそれを人間に入れてるんです。なので全然違うんです。まあ、運び屋やね。ね、運び屋です、ね。運び屋にウイルスを使うと。そう。はあ、うん、これ副作用の違いとかってあるんでしょうか。一般的には、まあ、どっちもそれなりのメリットデメリットがあって、はい、例えばファイザーとかモデルナのメッセンジャー RNA ワクチンだと、やっぱり副反応が、まあ、熱が出たり痛くなったりとかいうのが、うん、まあ、やや多いと。はい、一方、アストラゼネカのそのチンパンジーのウイルスを使うというのは、これまでですね、今使ってるのはだいぶ安全だと言われてるんですけど、昔はいわゆる遺伝子治療にだいぶ使われてて、でその時にですね、例えばそれが原因で白血病になっちゃったとか、まあ、そういう事故もあったりして、まあ、お互いメリットデメリットがあります。かつてはっていう、かつては そこから改善されていったという、はい、うん、でもそう考えてみたら、ワクチンがどこ社なのかとか、あんまり今までこんなに気にしたことなかったです。ワクチンでいわゆる感染症ができた時に、はい、牛痘というのから始まったものですけど、まあ、人間のそのワクチンのというか感染症の克服に随分役立って、まあ、そういう古い技術だったんですね。でそれがいろんな、まあ、テクノロジーが発展して、まあ、今回のメッセンジャー RNA も含めて新しい技術っていうのが控えてたんです。例えばエボラウイルスとか、そういう一部のウイルスに感染症に限って、まあ、実験段階として使われてたんです、はいはい、なんですけど、極端に言えばインフルエンザごときの感染症にそんな新しいウイルスというか、ワクチンを使うほど社会は動かなかったんですよ。
なんかお薬の方がなんか発達してるような。そう、それは、はい、薬は困ってる人ですけど、はい、ワクチンは困ってない人に打つものだから、はい、そこまでのモチベーションが湧かなかったわけですけど、まあ、今回新型コロナはみんなが困ったので、はい、これだったらやっぱ新しいテクニックでもぜひ使ってみようというので、はい、世界的にそれを後押しする気分ができたと。なるほど、なるほどね。そしてもう一ついただいております。こちら匿名希望の松原市にお住まいの方からです。私はアレルギー体質なので新型コロナワクチンの接種どうしようか悩んでいます。今まで2回全身にじんましんが出たことがあります。副反応がとても怖くてできれば接種をしたくないんです。でも接種しないと差別されそうでこれまた怖いんですという、うん、はい、これあの会社とかの接種が始まると余計にこのような声は聞かれますよね。私だけ受けませんって言いにくいっていうようなことですけど、そういうことで差別が起こってはいけないですよね。これでもワクチンを打たない方がいい体質の方っていうのはいるんですか。やっぱり今までにワクチンでいわゆるアナフィラキシーショックを起こした人というのは、まあ、事前に打つ前にちゃんと医師にこういうことがありましたって言ってですね、はい、厳重な監視のもとやった方がいいと思いますが、うんうん、まあ、基本的にはまあその年齢に応じてですね、コロナの危険性が高ければまあ打つメリットは十分にあるんじゃないかなとは思います。お二人とももう接種済みということですもんね、はいはい、医療従事者としてそういうことね、そういうことですよね。あの年齢的な問題でも年齢的にも職業的にももうてっちゃん先生が胃の一番っていう感じなんですけど、でもお二人とも副反応みたいなのは、僕はね熱出なかったんですけど、もう打ったところがね2日ぐらい痛かったかな。で2回目の方が もっと痛かったですけどね、はい、やっぱりそう言われてますよね。でも熱は出なかった、うん、なんかお若い方の方が副反応が大きいみたいな話も聞くんですけど、うんうん、てっちゃん先生よりかは木戸先生の方が強かったよ。副反応は、うん、僕もあの腕が痛くなったり、はい、ちょっとこのあの熱が出たり、なんか頭が痛いなと思ったり、はい、そんなのありました。だから、うん、でも2回目の方がね、はい、こう反応が強くなるから。なんと2回目の方が強くなるんですか。1回目であのこう覚え込ませるわけですよね、はい、免疫あの、はい、細胞にとかにね、はい、それで2回目打つとそれ覚えてるから、それに対して激しい反応が起こる。率から言うと、はい、確か20万人に1人ぐらいですよね、アナフィラキシーの反応が出る、はい、まあ、強い反応が出る人かな。だからそんなに頻度は高くないわけですよね。ワクチンを打つメリットと副反応のデメリットを天秤にかけると、はい、大きな組織で考えるとワクチンを打つ方がずっとメリットが大きいっていうことでワクチンの接種が進められてるんですけどね。またこれ気になるのがどれぐらい持つのかって、うん、ね、なるべく長く持ってもらいたいなというそんな気持ちなんですが、うん、それはどれぐらい分かってきてるもんなんですか。まあ、僕らがやってることとか研究発表からすると少なくとも 2,3 ヶ月でダメだってことは全然なさそうですよね。なんですが、まあ、半年1年すると、まあ、1年後はまあ要注意かなというデータがぼちぼちかなと思います、うん、半年って言われると、うん、やっと全国民に打ったところでもまた2週目みたいな、うんうんうん、だからこう季節性のインフルエンザみたいにね、新型コロナもなればその流行る時期の手前で打っとけばいいから1年2回でいいということになってくるんですね。これ流行る時期っていうのは今のところ分かってきてる。今はずっと流行ってますけど、1年中流行ってるけれども、はあ、まあ季節性になる可能性ありますよね。ありますね、うん、だんだん波がですねこう繰り返していると思いますけど、それがどんどん小さくなって、まあ、みんなだんだん気にしなくなるんじゃないかなとああそうなりたいです木戸先生も今、はい、新しいタイプのワクチンを開発してもう今臨床試験を始めようとされてるんですけどね、はいはい、開発してるそのワクチンがどんなワクチンなんですか。これはですね米国の VLP セラピューティクスジャパンっていうところの赤原博士が一緒にやってるんですが、アメリカと組んで、はい、まあ、で日本にも会社を作ってですね、はい、一緒にやってるんですが、ベースはメッセンジャー RNA なんですけど、一回体の中に入ってメッセンジャー RNA を一回増やすというステップがあって、なので今の例えばファイザーとかよりも少ない量で効果が十分に出ると。で入れる量自体は少ないので、あ、はい、まあ、副反応も少ないんじゃないかなと期待してると。ちょっとでより
効くという、うんうん、はい、それは増幅、まあ、増えるんですか、はいはい、増える体の中で1回だけ、うん、あの増えるステップがあって、うん、そこがミソなんです。これでも増える時にめっちゃしんどいとかいうことはないんですか、うん、まあ、そこがですね、これがまだ試験臨床試験をやって、まあ、やってみなきゃ分かんないというところなんですけど、うんうん、はしかとかおたふく風邪とかのワクチン打つと、うん、割とあれは一生もんじゃないですか、うんうんうん、一生もんみたいには作れないんですかね。いや、なかなか そもそも一回感染した人がですね、うん、抗体が長引いてないのと、市中に要は世間にコロナウイルスがまだ蔓延してないので、はい、そういうワクチン打った後気づかずのうちにもう一回かかってて、それで免疫が強くなるっていうシステムが、まあ、修正免疫に近いので、まあ、それがまあないですし、呼吸器から入ってくるものはなかなかそのブロックが難しいので、まあ1回かかったら絶対かかんないっていうのは難しいんじゃないかなと思います。今の状況はまだ蔓延してないっていう状況なんですね。例えばハシカとかと比べると感染力が全然コロナの方が低いので、そうなんですね。滝藤先生は感染してる人を調べるね、はい、うんうんうん、抗体、はい、得意な抗体っていうのを調べる日本の第一人者でもあるわけで、うん、だからそれで調べたところ、一番最近のデータでも 1% いかないんですよね。 1% 切るぐらいで、この間の12月ぐらいで 1% 届か届かないぐらい、うん、そうですよね、はい、だから 99% の人は全然コロナウイルスにかかってないんですよ、一回も。じゃあやはり収束させていく近道は、うん、ワクチンが広まっていくことと、木戸先生がなるべく副反応の少ない長く持つワクチンを早めに作っていただくっていう希望なのかもしれませんね。そうですね、はい、この秋ぐらいから臨床試験始まるんでしょ。そうなんです、ね、予定としては、8月というファイザーとか、うん、モデルナワクチン入ってきてるけれども、それでもやっぱり国産のワクチンってね、うんうん、大事なのはいくらあっても足りないですからね、うん、その1回打って一生でもすぐなやつができたらいいけど、うん、だからそういう意味でもね、ワクチンの開発ってすごい大事だと思います、ね、うん、完成したらまたこのてっちゃんねるにお越しいただいて、うん、紹介、ね、はい、はいはい、いただきたいと思います、はいはい、はい、今日は2回にわたって大阪市立大学大学院医学研究科准教授木戸康俊先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ましたではてっちゃん先生、今日の一言大丈夫でしょうか。なるほどね、はい、今ファイザーとモデルナのワクチンやってますよね。やってます、はい、で早う打ってどちらでもいいから、はい、ファイザーとモデルナで揉めるな、はい、誰も揉めてないと思うどちらでもいいからありがとうございました。来週もお楽しみに。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。さあ、番組では皆さんからのお便りを募集しています。健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど、どんどんお寄せください。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本と、1名の方にはてっちゃん先生が開発した携帯用パーティションしきっちゃをお差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.co.jp、ファックスは 06-6577-0301、 おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。そして番組のホームページ、過去の放送すべて聞くことができますので、よかったらアクセスしてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。